押し入れ、行員一人に負傷を負わせ、現金4万円を奪って逃走しました。男は40歳前後、黒装束で付近の山中に逃げ込んだものとみて、警察では犯人の行方を追っています。笑っちゃうな、月5号ってたったの4万円だったよ。強盗やるからよ、お前はな、その強盗に密かに思いを寄せる預金係だよ。
吉村浩二さんです。吉村浩二です。はじめまして。浩二さんは秋にはロンドンに転勤なさるのかね。それはあちさんにはどれくらい。はい、2年ほど。浩二さん、スポーツは何か。剣道をやってます。一つロンドンに行ってヨーロッパで日本の剣道を普及させてやろうかと思ってるんですよ。そうですか。健康的でいいわね、あなた。うん、吉村さんはパソコンをやりになるんですか。パソコン、ええー、大好きです。最近は凝っちゃってもうほとんど病気っていう感じです。パソコンが何か。いえ、別に。優子さんは。私やります。しないで落ちなさいよ。こんな時に落ち着いてられますか。男に会いに来れるわな。
言っとくけど、私はそんなおめでたい女じゃないわよ。うぬぼれないでよ。何よ、私があなたにわざわざ会いに来たとでも思ってるわけ？あなたってそんなモテる男だったの？はい、ありがとう。せいぜいお前と同じ程度だよ。じゃあボス、またな。何か、もう夜だぞ。ちょっと僕にやらして、ね、やらして。ちょっと待って。
フトを変えなきゃできないでしょ。いいとこさ。どうして返さなかったの？言ったわよ。でもあの子はどうしてもパソコンやりたいって言うから。もう6時過ぎでしょ。うちで心配してんじゃないの？あきらくん、あきらくん、そろそろ家帰った方がいいんじゃないかな。平気平気。平気じゃないだろう。また明日にしたら。大丈夫だよ。だったら家へ電話してからにしなさい。そうしなさい。いいよ、電話なんかしなくたって。よくない。いいじゃん。大丈夫だよ。ダメ、電話しなきゃ。電話なんかしたくないよ。だったら家へ帰りなさい。分かったよ。すりゃいいんだよ、すりゃ。しますよ。知らせると息子の命はない。ミスター X、 この脅迫状が郵便受けに入っているのに気がついたのは何時頃ですか？3時頃です。3時ね。どうぞ。いや、ありがとう。で、その時お宅にいらっしゃったのは？私とあのお手伝いの安子です。お手伝いの安子さん、あなたですね。はい。誰かこの家に近づくのに気がつきませんでしたか？いえ。そう、どうも。で、あなたは？家内から連絡を受けて3時10分頃には家に。私の病院がこのすぐ近くにあるもんですから。あ、失礼しました。私こういうもんですが。で、お子さんは？あの、息子のアキラは塾に行ってましたの。娘のマリコの方は立科に友達と行ってます。長谷川さん。はい。犯人に心当たりはありませんか？誰かに恨みを買うような、例えばお宅の場合患者さんとか。いえ、これといって。私たち人に恨みを買うような覚えはありません。刑事さん、息子を助けてやってください。お願いします、お願いします。もしもし。あきら、
かこの電話。何ですかも何でしょう。人の息子を誘拐しといて。誘拐冗談じゃねえよ。なんだよその目つき。俺は知らねえよ。だったらなんで誘拐なんて言うのよ。俺じゃねえっつってんだろ。おい、俺じゃねえよな。お前勝手にロコのこれについてきたんだよな。誰に誘拐されたんだ。説明しろ。何なんだあの電話。アキラ君、黙ってないで返事してちょうだい。返事しろっつってんだろ。何すんだよ。何すんだよじゃないわよ。一体あなたの家で何があったのよ。いいじゃない。なんだってアキラ君、どうしたの。一体何があったの。説明してお願い。なんで連れてきたんだよ。私は帰るって言ったんだけど、この子はどうしてもパソコンやりたいって聞かないから、んで道が分かんないって言うから案内してきただけじゃない。何時だと思ってんだよ。打ち返すのは常識だろうが。あなたから常識なんて言葉聞くとは思わなかったわよ。何よ、そもそも最初にこの子を部屋に連れ込んできたのはあなたじゃない。人に常識がないなんてよく言えるわね。非常識なのはあなたの方じゃない。見ず知らずの子に声かけて自分の部屋連れ込むなんて。連れ込む連れ込むって人聞きの悪いこと言うなよ。だって連れ込んでるじゃない。連れ込んだんじゃなくて連れてきたんだよ。同じことじゃない。微妙に違うだろ。人を変質者みたいに言うなよ。何、昼間からブラブラブラゲームセンターで遊んじゃって暇人なんだから。なんだよお前。何よ。昼間からヘラヘラ見合いなんかしてんじゃねえよ。するわよ、見合うぐらいするわよ。私だって年頃の娘ですからね。見合いして何があるのよ。あなたにとやかくやることないわよ。ああそう。じゃあ見合いでも何でもしてさっさと結婚すればいいだろう。するわよ。すりゃいいんでしょ。あなたに言われなくたってするわよ。あなただけが男じゃないんですからね、バカ。そんなに怒ることないでしょ。追いかけなくていいよ。お前のせいだぞ。お姉さんのこといいな。ほっといて。どうしようもねえだろ。今の俺の立場じゃ結婚してくれなんてかっこいいこと言えねえさ。生活だって安定してねえし、向こうの親だって安定するに決まってるし。もたもたしてると他の男に走っちゃうよ。そんなこと分かってるよ。今のソフトが売れてさ、生活のめどがつけばさ、向こうの親だって説得しやすいって思ってるのにちっとも分かってねえんだ。女ってのはな、目先のことしか考えらんねえ生き物だからな。ねえ、お兄さんの開発中の花嫁のキャラクター、お姉さんのイメージじゃないの？バレてんだ。いや、この。ボコ。豚嫁になっちまうだろ。そんなことよりな。誘拐ってのはどういうことなんだ。うん、ちょっとね。ちょっとなんだよ。だってさ、ママがパソコン買ってくんないのもクラスで持ってないの僕だけだぜ。学校じゃさ、バカにされるし。なんで買ってくんねんだよ。ママがね、教育が良くないんだってさ。それに目が悪くなるし、姿勢も悪くなるんだってさ。あんなもんするやつに6年間いないんだってさ。教育ママか。お互いパソコンバカで苦労すんな。俺ん家来てやっていいからさ、今日はちゃんと帰んだぞ。本当？その代わり俺たちは誘拐犯でも何でもないって説明書だよ。ここうち。お前このうち住んでんの。まあね。おいちょっと待て。おい、お前本当に誘拐されてねえんだろうな。違うよお兄さん。ん？もういいよ。いいよ、ちゃんと言って話してやるよ。いいって、平気だよ。そうか。まあお前が怒られるの見てもしょうがねえか。
じゃあな。バイバイ。きっとまた行くから、あそこへいらしてね。塾へ通ってたようですが、どうも塾へは行ってないようですが、塾の先生に確認を取りましたところ、明君この1ヶ月塾には来ていないというんです。ゲームセンターへ行ってたらしいんです。どうやらそこで誘拐された子さんが強いですな。
Thank you.
返してください。アキラ、無事なんですか？条件をはっきりおっしゃってください。育ったってことだ。じゃあこの人が？違います、誤解です。いくら早く着替えてらっしゃる。そんな誘拐だなんてやだ。何これ。
おたくもやっぱり。実はうちの息子も欲しがってましてね、どうしたもんか、買ってやるべきかどうか頭が痛いとこですわ。あれはいけません。じゃあ一体明君どこ行っちゃったのかしら。大晦日っていうのは、大勢の人たちがトラファルガー広場に集まって朝までどんちゃん騒ぎするんだって。素敵ですね。できれば。
んだの？ちょっとね。次のニュースをお伝えします。昨日長野信用金庫を襲った強盗犯は依然捕まっておりません。この男は40歳前後、黒ずくめで、昨日の朝長野信用金庫立品支店に押し入ったもので、現在現金約4万円を奪って逃走中です。なお奪われた札束は銀行側が強盗に襲われた場合を想定してあらかじめ用意した偽の札束ということです。警察では犯人がまだ付近に潜伏しているものとみて、山狩り及び付近の別荘地帯を重点に犯人の行方を追っています。ねえ、僕と一緒に立てしないかない？君と？僕とじゃダメ。君とじゃダメ。ガク、元気に学校に行っています。春には帰って
も知らねえのか。これパチンコだ。パチンコ。ああ、これな、おじさんが小さい頃な、これで戦争ごっこやったりスズメ取ったりしたんだ。待ってる、今作ってやるからな。パソコンばっかりじゃ遊んでるからね、ひねくれたいたずらっぽくなんだね。おじさんほどじゃないよ。バカだね、ほら、おめえほどひねくれてねえの。親に協約書書いて脅かすなんて俺にはわかんねえ。おじさん、うん、おじさんが小学校行ってた時楽しかった？学校は好きじゃなかったな。いじめっ子だったの？まあ、どっちかっていうと、いじめられっ子だったな。小学校の時は、おとなしくて、見ただけだったから。いじめられてんのか？そうか。苦しいよ。苦しい思いまでして学校なんか行かなきゃいけない。学校は全てじゃねえ。学校なんか行かなきゃいけない。いいか？学校なんてこんなちっぽけな世界だべ。世の中にはもっといい、いろんな世界がある。でも学校行かないとおじさんみたいになるんじゃないの？俺とおめえとは違う。銀行強盗やったんだね。よーし、まあ、これでいずめっ子の後稼ぎてね。待ってな。よし、おめえの次のやつに名前言ってろ。中島、一個神山。って言ったんだよ。 Yes, yes, yes.
しもし。あ、拓也、私。なんだよ。今さ、私、田代に来てんの。それで？明君のことが心配になってさ、別荘があるって聞いてたから、来てみて電話したら、どうも様子がおかしいのよ。悪いけどすぐに来てよ。ダメだ。どうしてよ。様子が変なのよ。きっと何かあったのよ。お願いだからすぐ来てね、お願い。私一人で怖いよ。今日はこれから大事な契約があるんです。行けるわけないだろ。お願いだからすぐ来てよ。きっと何かあったんだから。電話する相手間違えてんじゃないの。あ、もう切れちゃった。もういいや。ないの。
無理だ。電話上だしさ。どうしよう。私たちこれがどうなるのかな。二三日の辛抱で、そのうちあいつここから出てくや。だって顔見ちゃったよ。殺されるかもしれないわよ。お兄さんにはさ、立島に来るって言ってこなかったの？さっき電話で言ったんだけどさ、大事な契約があるとかって言って来れないって。え、じゃあソフト売れたんだ。え、大事な契約ってソフトのことだったの？すげえな。やったね、やったね。じゃあ私たちもめげずに頑張ろうよ。お兄さん来てくんねえかな。来るわけないよ。そうかな。あきらくん、ね、うん、私さ、あきらくんのこと本当に感心してるんだ。君って思ったこと何でも行動に移すでしょ。そりゃあ今回みたいに狂言誘拐を装って家出するなんてことは良くないことだけど、たくんから見たらずっと行動力あるもんね。単なるいたずらだよ。そうかな、私はそう思わないよ。ねえ、お兄さんのソフト、花嫁のキャラクター、お姉さんだって知ってる？まさか。本当だって、きっとあの花嫁の顔、お姉さんにそっくりだぜ。からかわないでよ。本当だよ、切るなよ。お兄さん来てくんねえかな。お兄さん、お姉さん、お姉さん、パトカーが来たよ。本当？あっちちち、ほらあそこ。Yeah.
何やっこんなとこで。ごめんなさい。口うるさいからこういうことになるんだ。パソコンぐらい買ってやればいいんだよ。ダメです、パソコンはダメ。何でもかんでも私のせいにしないでくださいよ。アキラ、またそんなにパソコン欲しい？いらない。え？もうパソコンなんて欲しくないよ。せっかくなんだから買ってもらった方がいいんじゃないか。分かってないな。全然分かってないんだからな。アキラくん、どうしたの？おい、アキラ。なんで立て品なんか来たの？だって出来上がって、レンタカー借りてきたんだぞ。おかげで契約はできないし。それどころじゃなかったんだから。ほんと死ぬか生きるかだったんだから。あなたとしてどっちが大事なのよ。金稼げって葉っぱかけたのって。何言ってんの。